アレンジ自在冷凍ミートソースをご紹介します。さまざまな料理にアレンジできてとっても便利。冷凍保存方法と活用レシピを3つご紹介。プチトマト15個は縦半分に切ります。豚ひき肉 350g に塩小さじ1を加え混ぜて下味をつけましょう。フライパンにオリーブ油大さじ2を入れて熱し、玉ねぎのみじん切り1個分、人参のみじん切り3分の2本分、にんにくのみじん切り1かけ分、プチトマトを入れ中から弱火で約10分、玉ねぎが飴色になるまでじっくり炒めます。下味をつけた豚ひき肉を加え中火で 4,5 分肉に火が通るまで炒めましょう。カットトマト缶、ケチャップ、砂糖、洋風スープの素、塩を加え中火で5分ほど煮詰めます。ジップロックフリーザーバッグを用意し、粗熱を取ったミートソースを 300g ずつ入れ、なるべく空気を抜いてジッパーを閉めましょう。冷めたら平らにして真ん中に菜箸などで筋目をつけ冷凍保存します。密封性の高いジッパーと厚手の素材で美味しさをキープします。食べるときは凍ったまま耐熱容器に取り出します。サランラップを用意し、ゆったりと蓋をしましょう。1食分あたり 500W のレンジで 2,3 分加熱します。茹でたスパゲッティにかけるだけでミートソーススパゲッティに。ご飯にミートソースをかけて粉チーズを振るだけでミートソースライスに。ご飯にホワイトソースとミートソースをのせチーズをかけます。オーブントースターで焼き色がつくまで8分から10分焼いたらミートドリアが完成。食材やおかずを冷凍ストックしておくと暮らしにいいことがたくさん。冷凍貯金の3つのたまる、時間がたまる、栄養がたまる、お金がたまる。冷凍貯金クッキングで検索。